米国における産業別の男女の就労者数と賃金の差男女の賃金差とは男性と女性の賃金差であり OECD では男性の賃金の何に当たるか表される欧州委員会では男女の平均時給の差として定義されているこれが男女差によるものかライフスタイルの選択による暗黙の差別なのかそれともはっきりとした差別であるのかこれには議論がある OECD によるフルタイム労働者賃金の男女差 OECD のエンプロイメントアウトルック2008年度レポートでは女性の就業率は大幅に上昇しており男女の就業率差と賃金差はどの国でも小さくなってきているがまだ女性は男性に比べ仕事を得られる機会が平均的に20%低く賃金も同一労働の男性より17%低くなっている さらにレポートでは以下のように述べている。多くの国では、労働市場における差別すなわち特定のグループに属するというだけで、同志生産性であっても微評動な扱いを受けることは、今大前として、雇用格差と雇用機会の質の向上のための重要な要素である。エンプロイメントアウトルックのこの番ではその証拠を挙げる。OECD 諸国において、 賃金差の30%は、労働市場における差別的観光によって、説明できることを示唆している日本は、OECD 諸国18カ国中で2番目に、男女の賃金差が大きい。ただし2008年当時で、OECD 諸国は全部30カ国ある。男女の賃金差男女の賃金差は、欧州連合レベルでは、その経済全体における平均時給の差として定義される。 ユローシュタットによれば、EU 加盟27カ国の平均では17.5%の賃金差が残されていた。イタリア、スロベニア、マルタ、ルーマニア、ベルギー、ポルトガル、ポーランドでは10%以下であるが、一方で、スロベニア、オランダ、チェコ、キプロス、ドイツ、英国、ギリシャでは20%以上、エストニア、オーストリアでは25%以上であった。 英国において、男女の賃金差の要因となる主要ファクターには、パートタイム雇用、教育、雇用主会者の規模、職業上の部門であった。厚生労働省、平成29年賃金構造基本統計調査によれば、一般労働者の賃金は、男女計304、3000円、男性335、5000円、女性246、1000円となっている。 賃金を前年と比べると、男女系及び男性では0.1%増加、女性では0.6%増加となっている。女性の賃金は過去最高となっており、男女間賃金格差は、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小の73.4となっている。雇用者女性の半数以上は非正規雇用であり、出産、育児期に就業率が低下する。 M 字カーブが顕著なことが男女差として現れている。EN セ部ブ・ザ・チルドレン・ステート・オブ・ザ・アールズ・マザーズレポートによる女性の賃金割合。それぞれの色が男性の平均賃金の5%を表すインターナショナル・セ部ブ・ザ・チルドレン・アライアンスは毎年 EN セ部ブ・ザ・チルドレン・ステート・オブ・ザ・アールズ・マザーズレポートを公表し、母親と子供の健康状態について 統計を行っている。ありがとうございます。